今日は前回作ったフルーツシロップを使って、フルーツゼリーを作っていきます。作ってから2日後ぐらいのシロップを今回は使っています。まずはフルーツの水気を、網で切っておきます。シロップを計量するときはシロップの中にキウイの種などが含まれているので茶こしで裏ごしながら計量するときれいなシロップだけを入れることができます。そこに水も加えていきます。今回はシロップを使うのでシロップと水とあと砂糖凝固剤っていうとてもシンプルなレシピになってます。パールアガーはグラニュー糖とあらかじめしっかり混合しておきます。パールアガーだけを水分に放ってしまうとダマになってしっかり溶けませんので必ず砂糖と一緒に混ぜておきます。鍋の水分をホイッパーで攪拌しながら水流を作ってそこにグラニュー糖とパールアガーを振り入れていきます。そうすることでパールアガーがダマになるのを防ぐことができます。これを火にかけて温めていきます。パールアガーは沸騰させてしまうと凝固力が下がって固まらない固まりにくくなりますので沸騰の手前ぐらい温度計のある方は80度ぐらいまで温めて火から下ろすようにしてください。ゼリー液を少し冷ましている間に水を切っておいたフルーツをグラスに分けていきます。この量はお好みで調整してください。アガーのゼリーは常温で凝固していきますのであまり冷ましすぎないように60度ぐらいでカップに流していきます。この段階では少しまだ湯気が出てるぐらいですね。粗熱が取れるまで、常温で置いておきます。熱が取れたらその後は冷蔵庫で冷たく冷やしていきます。アガーを使ってますので、ゼリーに透明感があって、とても綺麗に仕上がります。キウイやパイナップルのような酵素を含んだ、フルーツもアガーでは綺麗に固まります。バターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね。この角を使って